ってさ、冗談ばっかりやってるみたいだけど、時々真面目に考えることあんのよね。毎日使っている電気って輸入できないでしょ。だからもう少し真面目に電気やエネルギーのことを考えてみた方がいいんじゃないかななんて思うの。電気は暮らしのエネルギー。これからも原子力が電気のベースを支えます。関西電力。でさ、冗談ばっかりやってるみたいだけど、時々真面目に考えることあんのよね。毎日使っている電気って輸入できないでしょ。だからもう少し真面目に電気やエネルギーのことを考えてみた方がいいんじゃないかななんて思うの。電気は暮らしのエネルギー。これからも原子力が電気のベースを支えます。関西電力。でさ、冗談ばっかりやってるみたいだけど、時々真面目に考えることあんのよね。毎日使っている電気って輸入できないでしょ。だからもう少し真面目に電気やエネルギーのことを考えてみた方がいいんじゃないかななんて思うの。電気は暮らしのエネルギー。これからも原子力が電気のベースを支えます。関西電力。